俺たちのジャパンへようこそ。アメリカの軍事ウェブサイトグローバルファイアパワーが作成した2021年の軍事力ランキングでは、中国の順位は3位で、対する日本の順位は5位でした。国内総生産 GDP と比較しても中国は2位で日本は3位です。軍事力と経済力どちらも勝る中国にとって、日本は取るに足らない存在かと思いきや、多くのメディアが日本の軍事力を分析する記事を掲載し、強く警戒しています。中国が尖閣諸島を狙いつつも実行に移せていないのは、日本に確かな軍事力があるからだと言えるでしょう。今回は日本の軍事力について、身近な脅威である中国からの評価を中心に紹介していきます。日本と中国は尖閣諸島をめぐって対立しているものの、中国軍が実際に強硬手段に出たり、中国と日本の間で本気の戦争が勃発したりすると考えている日本人はそれほど多くないかもしれませんね。日本人のこのような危機意識を受けて、中国メディアはたびたび、なぜ日本は強大な軍事力を持つ中国を恐れないのかというテーマを取り上げています。その一部を見ていきましょう。あるメディアは、20年から30年前の中国軍はただ士気が高いだけで、武器や兵器は世界の軍事大国との間に明らかな差があったと解説。しかし現在その差はかなり狭まり、むしろ追い越す勢いさえあると主張しています。確かに数だけを見れば、中国の陸、海、空軍の規模は当に日本の自衛隊を追い抜いているほか、戦闘機の保有数でも大きく差をつけています。それなのになぜ日本は中国を恐れないのか。記事ではこの疑問の答えとして、ロシアの軍事専門家の分析を紹介していきます。この軍事専門家は、日本が中国を恐れない大きな理由の一つは、日本人はアメリカによる軍事的支援が決して弱まることがないと考えているためと主張。また日本に対するアメリカの技術的な支援のおかげで、日本は軍事にも転用できる技術で世界トップレベルの力を有しており、こうした点も日本が中国を恐れない理由として挙げられると説明しました。他のメディアはこの問いへの答えについて、プーチン大帝の一言にヒントがあるとする記事を掲載しています。記事では、アメリカ軍から戦闘機 F-35A を仕入れ、護衛艦の空母化も進めるなど強い軍事力を有しているにもかかわらず、日本はロシアを強く恐れている点に注目。中国を恐れないのにロシアは恐れる理由について分析する記事となっています。中国と尖閣諸島をめぐって衝突しているのと同様に、日本とロシアの間には北方領土問題があります。近くの海域で軍事演習をしたり、北方四島上空への対空ミサイルを配備したりするなど、ロシアは依然として強硬的な姿勢を崩しません。この強硬姿勢の背景にあるのが、プーチン大統領の過去の発言である、逃げられない喧嘩なら先に攻撃するというもの。いかなる時もいかなる場所でも敵と対峙する際には、相手より強くあること、ひとたびこちらが譲歩すれば相手につけ入る隙を与えることになるというのがロシアの姿勢です。記事では、中国も強硬的な姿勢を取り続けることでロシアと同様、日本から畏敬される国になれると主張しています。一方、日本の優れた軍事力を踏まえれば中国を恐れないのは当然と考える人もいるようです。実は中国メディアはたびたび日本の軍事力を評価する記事を掲載しています。2015年にはある政治・軍事情報サイトに、日本が秘める驚くべき実力、真の軍事力の対比を知れば中国人は腰を抜かすというタイトルの記事が掲載されました。記事では、日本と中国が対峙するとすれば、その原因となるのはやはり尖閣諸島問題だと主張。核兵器の使用については、中国は国際的に核の先制不使用を宣言している。日本は核兵器製造の能力を持つが短期的には実現できないとして、可能性は低いとしました。
それでは実際にどのような戦いが起こり得るのか。記事では中国海軍と海上自衛隊の戦いがメインになると主張しています。その上で中国の海軍について規模は大きいものの質は低いと評価。一方の日本の海上自衛隊については世界で最も優れた装備の海軍力という表現で紹介しました。具体的に自衛隊の優れた点としてアメリカから導入したイージスシステムや自主開発による護衛艦、ヘリコプター空母、非待機依存推進の潜水艦などを挙げています。他にも艦載用対戦ミサイルのアスロックの保有数に注目、日本の保有数はアメリカに続いて世界第2位であることなど、日本の対戦能力が突出していると主張しました。保有する艦船についても中国海軍は保有数は多いものの、そのうち5000トン以上の大型艦船は13隻、対する日本の自衛隊は28隻で倍以上の差があると紹介しました。さらに日本は装備だけではなく人員のレベルや戦術面でも中国の上を行くと論じています。もしお互いに本土をミサイルで攻撃する事態になった場合も、日本の充実したミサイル迎撃システムが強力な盾になると紹介。中国の迎撃力は日本よりも劣るとして中国の損失の方が大きいと述べています。ちなみに日本は憲法第9条の制約により他国領土内への攻撃力は持てません。そのため実際は日本が先制で中国領内に対してミサイル攻撃を仕掛けることはないでしょう。かといって中国が一方的に日本を攻撃し放題なわけではなく、迎撃システムによる反撃で大きなダメージを負うのは免れないと主張しているわけです。日本の軍事力への評価は2021年になっても変わりません。2021年3月にはある中国メディアに軍事力を一番隠し持っているのは日本だとする記事が掲載されました。近年多くのメディアがこのような日本の潜在的軍事力に注目する記事を掲載しています。それらによると日本の潜在的軍事力を支えるのは工業力です。インドは世界4位の軍事力を持つものの、武器や兵器に関しては買うことしかできず、自前で生産する能力はないことから恐れる必要はないと評価。一方で日本は核兵器以外の全ての武器、兵器を生産する能力があり、現に第6世代戦闘機をはじめとする次世代兵器の開発に着手しているとして警戒しているのです。そのため冒頭にも紹介した軍事力ランキングにも現れない潜在的軍事力で見れば、日本は間違いなく世界一だとあの中国が認めています。日本を攻撃すれば中国もただでは済まないと分かっているのです。それでも 100% 絶対に中国が攻めてこないとは言い切れません。例えば2021年10月下旬、中国海軍とロシア海軍の艦艇合わせて10隻が日本海から津軽海峡を通って太平洋に入っていくのが確認されました。両国の海軍が津軽海峡を通過するのは初めてではないものの、連合艦隊を形成する形は今回が初めてです。中ロ両国の海軍はその後千葉県の犬吠岬から南下し、高知県の足摺岬を得て、鹿児島県の大隅海峡をあちこち動き回った末に東シナ海へ向かいました。日本列島を一周した両国の軍事的な G 運動は日本とアメリカを牽制するために行われた演習だと指摘されています。これまでにも中ロの空軍が沖縄の尖閣諸島付近を飛行したり、日本海を北上して島根県の竹島上空に侵入したりした前例はあります。日韓両国の係争地を通過することでアメリカの2つの同盟国がそれぞれどのように反応するかを試していると考えられるでしょう。今回は実戦に至らなかったものの、両海軍の行動は過去にない大胆な挑発です。では両国は実戦ではどのような作戦に打って出るのでしょうか。各種の研究機関の情報をもとに一つのシナリオを見ていきましょう。まず中ロ両国海軍が
第一列島線を突破して西太平洋に出たとします。ロシア軍がアメリカのグアム基地に攻撃を仕掛けると、日米両国は同盟条約に即して反撃を開始するでしょう。そして日米の隙間をつくように中国軍は同時に台湾に侵攻し始めます。従来の想定通り、台湾西部の平原地帯に上陸するとの陽動作戦を発動しながらも、実際は東部のフアリン空軍基地を粉砕してから一気に島全体を占拠します。ロシア軍は返す刀で沖縄の米軍基地に襲いかかると同時に、中国軍は石垣島をはじめとする南西諸島を戦略的に抑えるのです。かろうじて第一次攻撃で生き残ったアメリカ軍の空母も西に進んできますが、中国大陸のゴビ砂漠内から発射される弾道ミサイルや極超音速兵器で殲滅されるでしょう。こうして台湾は中国に統一され、日本さえ中国の自治区になってしまう。これが最悪のシナリオです。この最悪の展開が現実にならないよう、日本は対中国を想定した訓練をいくつも実施しています。2021年11月16日、海上自衛隊は南シナ海に潜水艦を派遣し、アメリカ海軍と共同訓練を行いました。中国が軍事拠点化を進める南シナ海で潜水艦が参加する訓練を日米が共同で行ったのは今回が初めて。日米の連携をアピールするとともに、中国を強く牽制する狙いがあるとみられます。海上自衛隊からは潜水艦のほか、加賀など護衛艦2隻と哨戒機、またアメリカ海軍からは駆逐艦と哨戒機が参加しました。他にも2021年6月には中国による尖閣諸島の占拠を想定し、自衛隊、海上保安庁、警察、外務省の担当者が参加する図上演習が複数回実施されていることが報道されました。この図上演習にはアメリカ軍も参加しており、日米共同で事態対処シミュレーションを行っています。しかも日本と協力関係にあるのはアメリカだけではありません。2021年12月、フランス政府が自衛隊とフランス軍の共同訓練を行いやすくする円滑化協定の締結を日本政府に打診してきたことが判明しました。もし協定が締結されれば、フランスはオーストラリア、イギリスに続く3カ国目となります。2021年5月にもフランス軍は自衛隊、アメリカ軍と日本で初めて陸上部隊の本格的な訓練を実施しているのです。円滑化協定の締結は中国の覇権主義的行動を抑止していくため、今後も日本との安全保障協力を活性化させる意思の表れだと言えるでしょう。このように今、世界各国が対中国を念頭に連携しつつあります。中国は日本の軍事力を同盟国アメリカ込みで警戒しているようですが、中国が武力攻撃に出た際に動くのはもはや日米だけではありません。クアッド参加国であるオーストラリアやインド、他にもイギリス、フランスなど多くの国が日本に力を貸してくれるでしょう。中国にはぜひこれらの国々の協力も含めて日本の軍事力を改めて評価してもらいたいですね。日本は孤独じゃない。インドはいつでも日本の味方だよ。どんな理由があるとしても、中国がこの地球上に混乱を引き起こしているのは事実だ。この帝国主義的政権をそろそろ終わらせよう。日本は中国の行動に対して必要なことをしている。他国も日本に続くしか選択肢はない。備えあれば憂いなしってね。中国は GDP 世界第2位の経済大国だが、ほとんどの国に信頼されていない。一方日本は第3位だが、多くの味方がいる。中国の政治的戦略は崩壊しているよ。日本とアメリカが同盟国なのは素晴らしいことだ。だけど日本が中国の脅しに対して単独で戦わなければならない状況も来るかもしれない。軍事力を増強して損をすることはないだろうね。日本が中国を恐れない理由として、ある中国メディアは
日本人は中国が平和を愛する国であることを知っているからではないかと分析しています。逆にロシアを恐れているのは、日本がロシアに抱くイメージがすぐに武力で解決する国だから。中国は武力ではなく外交で解決を図るので、日本はそこまで中国を恐れていないと述べています。これは2021年3月に掲載された記事で、そう古いものではないものの、日本人としてはあまり納得できない結論ですよね。例えば2021年7月に公表された防衛白書には、米中関係の項目が設けており、日本政府が中国を強く警戒しているのは明らかです。こういった日本の動きを踏まえると、なぜ日本は強大な軍事力を持つ中国を恐れないのかという問いそのものが、もはや間違っているのかもしれませんね。日本は中国を脅威として認め、着実に準備を進めているのですから。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。